今回はバンバン結成当時のメンバー高山源さんが特別参加。一味違ったいちご白書をもう一度。いつか君と行った映画がまた来る。授業を抜け出して二人で出かけた。悲しい場面では涙がぐんでた。素直な横顔が今も恋しい。雨に破れかけた街角のポスターに過ぎ去った昔が鮮やかによみがえる。君も見るだろうか、いちご白書を。二人だけのメモリー、どこかでも一度。僕は武将髭と髪を伸ばして学生集会へも時々出かけた。就職が決まった髪を切ってきた時、もう若くないさと君に言い訳したね。君も見るだろうか、白書を。二人だけの